トランプ前大統領の弾劾裁判はアメリカで9日から始まっています。トランプ弁護団は裁判は言論の自由に対する攻撃であり、もしトランプ氏が暴力的な発言で有罪にされるのであれば、何人もの民主党議員も同じ罪を犯したことになると指摘しています。弾劾裁判で大統領または前大統領に証言を求めるなど前代未聞だと憲法学の教授が語っています。 ジョナサン・タイリー教授はホックスニュースに、トランプ氏の証言要請拒否を理由に、彼を非難するのはさらに大きな間違いだと書いています。それは原則に反するのみならず、数世紀に及ぶ成文法の歴史に反する、先週検察官役を務める会員の弾劾マネージャーのジェイミー・ラスキン議員は、トランプ前大統領と彼の弁護団に書簡を送り、今週上院で行われる弾劾裁判で、 トランプ氏に先制証言を要求しました。ラスキン議員はトランプ氏が証言を拒んで出席しなければ、そのことをトランプ氏に不利に使われる可能性があると述べました。弾劾裁判は失敗する運命にあると、ランドポール共和党上院議員は述べています。ポール議員によれば、弾劾裁判はトランプ氏の言論を有罪にすることに終始するでしょうが、その場合多くの民主党議員も、 弾劾裁判を受けるべきだと述べました。7日、ポール議員はホックスニュースに、その場合私たちはチャック・シューマー氏を弾劾すべきだと語っています。同議員はブレッド・カバのアメリカ最高裁判事に対する、2018年の指名承認公聴会に言及しました。群衆が最高裁の建物への侵入を企てたとき、シューマー氏は、おい、カバの騒動の発端はお前だ。自分で巻いた種は自分で刈るんだぞ。 と言ったとされていますトランプ氏の弾劾弁護団を率いる弁護士の一人は民主党議員が暴力を煽動している動画を使用すると述べていますブルースキャスター弁護士は一例として放火略奪警察に対する暴力などの作家の暴動に対する民主党議員の反応に言及しました会員の弾劾訴訟適用書では1月6日のアメリカ連邦議事堂乱入事件は トランプ前大統領がボートを先導したとされています。トランプ氏弁護団はこの主張を否認し、主要な論拠として次の2点を挙げています。第一にトランプ氏はもはや大統領ではないので、弾劾は違憲です。第二にトランプ氏は言論の自由を含む修正第一条の権利を行使したということです。弾劾裁判はアメリカで9日から開始されました。NTD ジャパンがお伝えしました。